十七。一週間ばかりして私はまたケイとお嬢さんが一緒に話している部屋を通り抜けましたその時お嬢さんは私の顔を見るや否や笑い出しました私はすぐ何がおかしいのかと聞けばよかったのでしょうそれをつい黙って自分の今まで来てしまったのです だから、ケイもいつものように、今帰ったか、と声をかけることができなくなりました。お嬢さんは、すぐ障子を開けて、茶の間へ入ったようでした。夕飯の時、お嬢さんは私を、変な人だ、と言いました。私はその時も、なぜ変なのか聞かずにしまいました。 ただ、奥さんが睨めるような目をお嬢さんに向けるのに気がついただけでした。私は食後、京を散歩に連れ出しました。二人はデンズイの裏手から植物園の通りをぐるりと回って、また富坂の下へ出ました。散歩としては短い方ではありませんでしたが、その間に話したことは極めて少なかったのです。 性質から言うと、K は私よりも無口な男でした。私も多弁の方ではなかったのです。しかし、私は歩きながら、できるだけ話を彼に仕掛けてみました。私の問題は、主に二人の下宿している家族についてでした。私は、奥さんやお嬢さんを、 彼がどう見ているか知りたかったのです。ところが、彼は海のものとも山のものとも見分けのつかないような返事ばかりするのです。しかも、その返事は容量を得ないくせに、極めて簡単でした。彼は二人の女に関してよりも、専攻の学科の方に多くの注意を払っているように見えました。 もっとも、それは二学年目の試験が目の前に迫っている頃でしたから、普通の人間の立場から見て、彼の方が学生らしい学生だったのでしょう。その上、彼はシュエデンボルクがどうだとかこうだとか言って、無学な私を驚かせました。我々が守備よく試験を済ました時、二人とももうあと一年だ。 と言って、奥さんは喜んでくれました。そういう奥さんの唯一の誇りとも見られるお嬢さんの卒業も、まもなく来る順になっていたのです。K は私に向かって、女というものは、何にも知らないで学校を出るのだ、と言いました。K はお嬢さんが学問以外に稽古をしている、縫い針りだの、ことだの、 生け花だのをまるで眼中に置いていないようでした。私は彼のガつを笑ってやりました。そうして、女の価値はそんなところにあるものでない、という昔の議論をまた彼の前で繰り返しました。彼は別段反駁もしませんでした。その代わり、なるほどという様子も見せませんでした。 私にはそこが愉快でした。彼のうんといったような調子が依然として女を軽蔑しているように見えたからです。女の代表者として私の知っているお嬢さんを物の数とも思っていないらしかったからです。今から解雇すると私の刑に対する嫉妬はその時にもう十分気していたのです。 私は、夏休みにどこかへ行こうか、と K に相談しました。K は、行きたくないような口ぶりを見せました。無論、彼は自分の自由意志でどこへも行ける体ではありませんが、私が誘いさえすれば、また、どこへ行っても差し支えない体だったのです。私は、なぜ行きたくないのか、と彼に尋ねてみました。 彼は、理由も何もない、というのです。うちで書物を読んだ方が自分の勝手だ、というのです。私が避暑地へ行って涼しいところで勉強した方が体のためだ、と主張すると、それなら私一人行ったらよかろう、というのです。しかし、私は計一人を、 ここに残していく気にはなれないのです。私はただでさえ、イとうちのものがだんだん親しくなっていくのを見ているのがあまりいい心持ちではなかったのです。私が最初希望した通りになるのが、なんで私の心持ちを悪くするのかと言われれば、それまでです。私は馬鹿に違いないのです。 果てしのつかない二人の議論を見るに見かねて、奥さんが中へ入りました。二人は、とうとう一緒に帽州へ行くことになりました。28K は、あまり旅へ出ない男でした。私にも帽州は初めてでした。 二人は何も知らないで、船が一番先へ着いたところから上陸したのです。確か、ホタとか言いました。今ではどんなに変わってるか知りませんが、その頃はひどい漁村でした。第一、どこもかしこも生臭いのです。それから、海へ入ると波に押し倒されてすぐ手だの足だのをすりむくのです。 拳のような大きな石が打ち寄せる波に揉まれて、ゅうゴロゴロしているのです。私はすぐ嫌になりました。しかし、K はいいとも悪いとも言いません。少なくとも、顔つきだけは平気なものでした。そのくせ、彼は海へ入るたんびに、どこかに怪我をしないことはなかったのです。 私はとうとう彼を解き捨てて、そこから富浦に行きました。富浦からまた名古屋に移りました。すべてこの沿岸はその自分から主に学生の集まるところでしたから、どこでも我々にはちょうど手頃の海水浴場だったのです。ケイと私はよく海岸の岩の上に座って、遠い海の色や、 深い水の底を眺めました岩の上から見下ろす水はまた特別にきれいなものでした赤い色だの愛の色だの普通市場に登らないような色をした昆布が透き通る波の中をあちらこちらと泳いでいるのが鮮やかに指さされました私はそこに座って よく書物を広げました。K は何もせずに黙っている方が多かったのです。私にはそれが考えにふけっているのか、景色に見とれているのか、もしくは好きな想像を描いているのか、全くわからなかったのです。私は時々目を上げて、K に何をしているのだ と聞きました。K は何もしていないと一口答えるだけでした。私は自分のそばにこうじっと座っているものが K でなくてお嬢さんだったらさぞ愉快だろうと思うことがよくありました。それだけならまだいいのですが、時には K の方でも私と同じような希望を抱いて 岩の上に座っているのではないかしら、と、突然疑い出すのです。すると、落ち着いてそこに書物を広げているのが、急に嫌になります。私は意に立ち上がります。そうして、遠慮のない大きな声を出して、怒鳴ります。まとまった詩だの、歌だのを面白そうに吟ずるような手ぬるいことはできないのです。 ただ、野蛮人のごとくにわめくのです。あるとき、私は突然、彼の襟首を後ろからぐいっとつかみました。こうして海の中へ突き落としたらどうすると言って、K に聞きました。K は動きませんでした。後ろ向きのまま、 ちょうどいい。やってくれ。と答えました。私はすぐ首筋を押さえた手を離しました。K の神経衰弱はこの時もうだいぶ良くなっていたらしいのです。それと反比例に私の方はだんだん過敏になってきていたのです。私は自分より落ち着いてる K を見て羨ましがりました。 また、憎らしがりました。彼は、どうしても、私に取り合う景色を見せなかったからです。私には、それが一種の自信のごとく映りました。しかし、その自信を彼に認めたところで、私は、決して満足できなかったのです。私のお互いは、もう一歩前へ出て、 その性質を諦めたがりました。彼は、学問なり、事業なりについて、これから自分の進んでいくべき、善との巧みを、再び取り返した心持ちになったのだろうか。単にそれだけならば、ケイと私との利害に、何の衝突が起こるわけはないのです。私は帰って、世話のしがいがあったのを嬉しく思うくらいのものです。 けれども、彼の安心が、もしお嬢さんに対してであるとすれば、私は決して彼を許すことができなくなるのです。不思議にも、彼は私のお嬢さんを愛している素振りに、全く気がついていないように見えました。無能、私もそれが K の目につくように、わざとらしくは振る舞いませんでしたけれども。K は、 元来そういう点にかけると鈍い人なのです。私には最初から、K なら大丈夫という安心があったので、彼をわざわざうちへ連れてきたのです。